ロミオ・ジュリエットは、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、ロミオとジュリエットを原作とするテレビアニメ作品。2007年4月から同年9月まで中部日本放送他で放送された。イギリスの劇作家、ウィリアム・シェイクスピアのロミオとジュリエットを原案に、ゴンゾが初のアニメ化をした作品。海外古典を原作とするゴンゾ作品としては、岩屈王に次いで2作目となる。 大い崎文俊氏が初めて監督を務め、原田王毅が初のキャラクターデザインに抜擢。音響監修には佐藤純一が迎えられている。月刊アスカにてコミックが連載されるなどメディアミックスも行われている。主要キャラ以外ではタイタスやシャイロック、オフィーリアといった他のシェイクスピア作品の役名などを取り入れている。舞台は空中浮遊大陸ネオベローナ。 14年前のモンタギューの反乱によって、キャピュレット一族は虐殺された。唯一の生き残りジュリエットは、キャピュレット家の親衛隊長のコンラットの手によって、助けられ、ウィリアムの劇場で男として育てられる。それから14年後、ジュリエットは赤い旋風と呼ばれる剣士の姿で、モンタギューの圧政に立ち向かうが、憲兵隊に追われているところを、 親の仇であるモンタギューの息子であるロミオに助けられる。その後二人は偶然にもネオベローナ城で開かれた舞踏会で再会し恋に落ちる。2007年3月24日に発売の月刊アスカの2007年5月号にて漫画ロミオ・ジュリエットの連載が開始され2008年1月号にて連載終了。アスカコミックス・デラックスよりコミックスが 全2巻刊行された。2007年9月1日に角川ビーンズ文庫より、ロメオ・ジュリエット赤き運命の出会いが発売された。2007年4月13日から2007年10月5日まで、オット・イズミにて、ロミ・ジュリ・レディオが配信された。パーソナリティは、ジュリエット役のスイタクシエとコーデリア役の松久留美優。赤い旋風、剣山。 が2007年4月13日からビューェイにて開始、同日スタンダードサポーターの受付を開始、6月15日からプレミアサポーターの受付が開始された。ありがとうございます。